いや、あくまでも俺の感想だから、あの、うまくねって言われたら、そっかーってなるけど、クオリティは俺の中では高かった。俺だから毎回行ったら2個頼んで、買って帰るもん昨日も2個食ったで、エビカツ、パンミマの、あれやべえわ。 うん、クリスピーとかあんなのはもういらねえうんいやまあ宣伝してるわけじゃないんだけどさうん俺がハマってるだけ <laughs> これうめえなと思ってうん こう来たかと思ってもう鳥じゃなくなったんだなと思ってああ悪くないみたいなあとはさあの最近キューピーマヨネーズで出してるあのちっちゃいやつの タルタルキューピーみたいなのあるの知ってる分かんねえかなあれで食ったら絶好調ですはいレイピアマジで 売れ。で、販売は停止にはなってないのだって何が混入したのえー、じゃあ一旦ストップか。じゃあダメか。じゃあ俺、最後のエビカツを食ったってことか。 ないやレシートとか俺もらわないタイプだからうんあこれねレイピアねみんなねなんで配信中に物を食うか知ってるね 経費で落としちゃうから。全部俺これ酒な配信で経費で落としちゃうからあ俺は落とさないようん配信者全部落とすんだよ ああ、大丈夫。28日以降だから、俺は。あの、11月に入ってからだから。セーフティー。わかるみんな。みんな、領収書とか、レシートとか、もらう配信者。食ったり飲んだりしてるもの お酒を飲んでたら経費で落ちるのそれはやり方次第うんその銘柄をアピールしたりとか宣伝っていう名目だったら落ちるうんわかるアミちゃんわかる フジエラお疲れ俺はそんなせこいことやりたくねえから、レシートなんてもらわねえけど。あ、うみいらねえだねえ。タクシーに乗るときに、あ、エリアンな、今読んであるけど、配信しながら領収書ください。領収書ください。 お前なんか無職なのに領収書何人使うんだよって思うだろう。あれは配信上で移動して自分が配信で交通費を使ったってことで経費で落とせるから。わかるだからせこいんだよ、あいつら。自腹でやれや。 そう思わねえ何でもかんのどこ飯食いに行ってもなんか領収書くださいって「お前の領収書ってなんだよ」ってそういうことですえ今頃分かったのういやだから全部そういうので出してるよやつらは申告の時に俺は一切ないよ 夫人落としてなかった菊地夫人は落とすどころかじゃあ菊地夫人って月間いくら上がりがあったの年間いくらあったのねえあ森はいつももらってるそりゃよ300万もよ、ね、な 月に上がりがあったら、もらうに決まってんだろう。絶対もらうよ。うん。そういうことよ、アミちゃん。葵ちゃん、いらっしゃい。坊ちゃんなんて、もらうのは、もらうかもらわねえかなんて、どんな、どうでもいいんだよ。あの人は。 そういうこと言うんじゃないよ。な。だからここでもう一個言ってやろうか。また俺あんまりよ、こういうこと言うのはよ、よくねえんだろうけど、雅とか、 いろんな奴らがキャンプ配信してる経費、全部領収書もらって、後でインターネット配信の経費で落とすからな。抜くんだで。おい。あいつら自腹でなんかやってねえからな。おい。 マジかよってバカなの、レイピア。あいつら全部そうだから。うん。だって俺、宮城のキャンプ行った時だって、全部領しよう、領収書、領収書、領収書。で、俺が払ったものまで、ね。それ、領収書、もらっていいですかとか言ってくるから。 ああまあるこの今言った意味わかる俺は別にいいよって俺をこんなのなんてことねえからってうん分かったねみんなからくりはふん。<laughs> こいつほんとになあっておうん人のも領収書もらうのはせこいよなうん違うよせこくはないんだよもらってもいいんだけどそれを使うか使わないかの問題だようん もらっていいですかまあねそういう人ですはいだって俺食ってこう一緒にみんなで飯食って俺自腹で払おうと思って払っ やつの料払っても出ようと思ったらいや領収書もとか言われて「え俺領収書いらんいや領収,領収書もらってくださいよ」ってでくださいっていうか「ラーメン1杯領収書くれ」っていうぐらいだからね。ここれは放送ででやってることですから これは放送に移ってここのお店のラーメンとかどうのこうのとかわけのわかんないこと言ってたからもうそれはおめえが勝手にやれいい俺はラ腹減ったからラーメン食ってるだけだからって分かった謎解きだからみんなな例えば一万円札が寿司屋で飯食ってんのも領収書 必ずもらってんだよ。配信上だから。ああ。プライベートでも領収書はそれは映ってないから、そんな事実はないからね。わかるうん。まあ、レシートでもいいんだけど。 俺はレシートもさえももらわねえからうんもうてめえが食いてえもん食ってまあ俺の場合は外配信やんねえからななんか見方が変わりそう馬券も経費だよおいレイピア競馬音の配信やってるやつら あーこれ言っちゃうとまずいな危ねえな。